カピバラチャンネルのカピジンです。ご視聴ありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回クリスマスオフ会前編動画となります。後編の方はまた後ほど上げさせていただきますので最後までご視聴ください。クリスマスオフ会の準備風景です。ペグダウンしてね、飾り付けて、巻き割りとしております。前の日に準備をしておりまして、クリスマスツリーのね飾り付け等も、息子娘手伝ってくれております。そしてね、巻き割りなんですけれども、僕より息子の方が上手というね、後で僕が巻き割っている様子あるんですけれども、4回ぐらい叩いた時に周りの皮だけがね、粉砕しまして、もうほんと笑うしかないですよね。見ての通り息子を上手に割っております。はい、これからもですね、あと後、クリスマスオフの動画、上がっていきますので、まあ、前編ですけど、楽しい雰囲気、まあ、様子が分かればいいかなと思っておりますので、ぜひね楽しんでください。結構ね夜も遅くなりまして、ライトアップね、綺麗にできてきております。あ、ここだね、ここでね4回目叩いた時に、皮が剥がれますね、俺息子の方が上手なんよね。でもね巻き割り台がねないんでね、ちょっとねいけませんけどもね。みんな、お昼前ぐらいに集まってきてた様子です。はい、サブちゃんがおりますね。サブちゃんもねテント出して、用意しております。そしてさくらさんが、セッティング終わってチキン南蛮のね準備をしておりまして、こんな風景となっております。まだこれオフ会始まっておりません。まだ準備みんなしたところぐらいでございまして、はい、こんな感じです。まあ、アフレコね初めてこれ動画流しながらやるんでちょっと難しいんですけれども、ジンスタイルのジンさんがねやっておりましたけど、自分もどんな感じになるか分かりませんけれども、ちょっと楽しんでアフレコを入れていきたいと思います。もういろんな、キャンピングカー集まっておりますので、まあ見ていただいて楽しんでください。なんかいっぱいねこうして並んでおりますけど、これの裏側にもあのキャンピングカーがいろいろ止まっております。早めにね来て帰った方もいらっしゃいますけれども、こんな様子にグラウンドで止めております。これからね、夜が本当寒くなってくるんで、夜になったら焚き火等をですねみんな、各自で出して暖を取りながらお酒飲んだり、会話したりですね、
楽しいオフ会となっております。飾り付けもね、みんな、一人一人工夫されて飾っております。ハーフゼロさんですね、ゼロさんの青クレアです。ゼロさんが撮影撮りをしているのをね、カピジン撮影しております。はい、気づいたかな。はい、こんな裏側見たらね、あんな感じで、こちらゼロさんの車両です。オーニングを出しております。多分撮影してると思うんですけれども、静かにですね、僕も動画を回しながら歩いております。風がね強かったんで、ちょっとみんな風が来ないようにね、工夫されてタープ等を出しております。あ、これですね、さくらさんがチキン南蛮タルタルソースをね、手作りで一から全て作っておりまして、いただいたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。本当にね、美味しかったですよ。ありがとうございます。あ、いただきます、後で。そしてユーアムリバーさんですね、初参加でございます。そしてニクさん、西成みたいになっておりましたけど、どうもカピジンです。今回集まれカピジンの森第5回クリスマスオフでございます。もうほとんどの方ですね、参加しております。後から何台かまだ来る予定でございまして、まあ、皆さん、今セッティングも大体終わってお話し中です。これから夜更けてまいりまして、まあ、どんなになるか後で楽しみでございます。最後までご視聴ください。だんだんね、日も落ちてきて、寒くなってきまして、焚き火みんな出してます。こちらたけちゃんの飾り付けですね。サンタさんのね、ライトアップ、そして バルーンというかね、いろいろあります。すごいね、飾ってますね、綺麗。その前に焚き火台、これあったかいね。そしてミポリンさんですね。こうしてね、風が来ないように囲んでおります。中入ったけどめちゃくちゃ暑かったです。ニオさん、ニオさんもね、焚き火の前で暖を取っております。うん。そして次は誰が来るかな。あ、京子さんの焚き火前ですね。タープを張って風よけ、作っております。そしてこっちで会話しておりまして、左、初参加のドナードナーさんだったかな。はい、ご家族ね、こうして焚き火されております。そして月熊さんですね。そしてキャンさん、キャンさんがですね、テントの周りに、LED のライト、飾り付けまして、大型ななんかクリスマスツリー的な感じになっておりまして、中もですね、アルパカだったのかな、ストーブを入れて、もうすごくあったかい、肉さぶろっておりましたけども、はい、すごいね、ほんとね、あったかかったです、中は。僕もね、やりたいんですけれどもね、ちょっとね、今度考えます。来年1月、できるかな、どうだろう。でもね、こうして飾り本当つけてね、楽しいですね。うん。キャンさんがですね、プロジェクターでBGM かけてくれておりました。やっぱりこのプロジェクターがあるとないのは違いますね。よかったです。そしてカピジンね、クリスマスツリー飾りですね、あと薪ストーブの方も置いております。この後ですね、僕こたつを出して温まっておりました。そして抽選会、こちらね、皆さんが持ち寄ってくれた、景品がございます。サブちゃんも、おりまして、さくらさんね、明かりがすごいことになってます。はい、リッツさんもね、おりまして、ユアンリーバーさん、そして、これめちゃくちゃいいですよね、ふみざるさんですね。綺麗にピカ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 光っております。舞台照明をしておりますサブちゃんです。景品前でね、カピジン、挨拶前ですね、これね。いいですか。今
回ですね、集まれカピ人の森第5回目となりまして、また参加の皆さんがね、初参加の方もたくさんいらっしゃいますので、皆さん初会おうと思いますけど、なんかまあ大勢挨拶してくださいで、まあ、またですね、寒くなってきますんで、風邪ひかないように楽しんでいきたいと思います。クリスマスオフ開催でございます。乾杯。シャー。乾杯。シャお疲れ様です。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です。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 これちょっともうちょっとひげ外していい？飲め。ジンさんお疲れ様です。お疲れ様です。はい、ケンさんです。シャー。もう喉やられる前にとりあえずシャーって言うてくださいあ、ニソロGoPro もできてるね。あら、ケイコは？ケイコ、あ、ケイコお疲れ、ケイコお疲れね。初めての方はそうです。どこかちょっとステッカーいる方手を挙げてください。あ、じゃあすいません、じゃあ一日並べそういうとこ貼ってください。はい、よろしくお願いします。はい、次。はい、はい、次。はい、よろしくお願いします。はい、もう終わりました。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、すいません、いろいろとすいません、いろいろとありがとうございます。本当によろしくお願いします。はい、すいません。今日、渋田さん俺ステッカーやらんかったですかね。いっぱいもらってます。ですよね。集まれ、ジンスタイルの森になっております。集まれ。高評価の方、いつもよろしくお願いします。見えるところで。はい、次、ステッカー、ステッカーを並べ。すいません、ジュニアです。もうジュニアよろしくね。ごめん、ごめん、頑張ってください。こんな感じでね、楽しくやっていきますので、最後までゆっくりご視聴ください。乾杯。カピさんです。マジあったかい。どうぞ、おめでとうございます。シュウもかざしもじゃない。ちゃんと知ってます。知ってます。大丈夫ですか。出ます。最高です。うまいですね。うまいです。僕もホットワイン、ホットワイン飲んでます。めちゃくちゃうまい。このあのキャンさんが持ってきてくれたホットワイン、ラプンツェルでしたっけ？ラプンツェル。カルディ。カルディのラプンツェルっていう赤のワインですよね、ホットワイン。めちゃくちゃうまかったです。これおすすめですね。この時期には最高です。私2杯目。僕も2杯目。2杯目です。めちゃくちゃうまい。本当に本当に美味しい。美味しいでしょ。最高。この時期最高。ジンさんが飲めないの美味しそうなぐらい。この頃練習してる。ストーブ上でフライパンでね、ラム肉を焼いております。ラム肉、シワワンコファミリーさんです。初めて父ちゃんの母ちゃんね、ステッカーです。して僕のキャンステももらっていただきました。これも作ってないです。でもゼロさん、後から書いてもらおうと思ってるけど、ゼロって書いて、クリアステッカー上から貼ってもらえばゼロさんステッカーになると思ってから用意しようとやけど忘れてきた。ゼロさんそれでもいいですよ。ひげつきメガネ。面白い。すげえ。ひげつき。ファイヤースクリーン。ファイヤースクリーン。
ファイヤースクリーン流行ってます。ファイヤースクリーン長くなりますので前編これで、次は後編を楽しみ。